千秋さん、はい、何でしょう。やっと二人きりになれたね。それ打ち合わせでも言ってたけど、どうしても言わなきゃいけなかったの。いやなんか何練習してきた。いやいや何も練習してないんです。どうしたどうした。いやただ、うん、あの千秋さんとどうやって距離を縮めていこうかなって考えた結果、くどくっていう方向性に落ち着いてしまいまして僕が。マジか。